こんにちは、もかげです。今日はね、コーカサスの旅も10日目ということで、アルメニアの首都エレバンの方に来ています。で、これからね、ちょっと地下鉄に乗って、共和国広場というですね、このアルメニアの首都エレバンの、中心地の方まで向かいたいんですけれども、今ここにいるのがあのエレバンの中央駅なんですね。これね、朝一が経つんですね。すごいですよね。日本でいうところの東京駅なんですよ、ここ。僕はここにグルジアから夜行列車でこの駅に着いたんですけれども、ね、朝着くとここはずらーっとね、野菜とか果物とかパンとかを売る朝市が立ってて、結構驚きましたよね。やっぱりね、ちょっとアルメニアはコーカサスの、例えばアゼルバイジャンやジョージアっていう国と比べてもね、ちょっとね、やっぱ発展が遅れている感じがしました。で、これね、駅の脇に地下道があって、そこを降りていくと、地下鉄の駅になるんですけれども、こうやって一枚一枚トークンを買うんですね。切符代わりですね。アゼルバイジャンもジョージアも、今はもう全部カード式になってるんで、なってたんですけれども、ここはカード式じゃなくてね、未だにトークン、コインを買ってコインを入れる形ですね。はい。で、この駅の名前なんだけど、サスンツィダビド駅っていうこれね、ちょっと分かりづらいんですよね。で、この駅が駅ですね、中央駅、アルメニアの国際列車とかが到着する駅に隣接した地下鉄の駅です。と言ってもね、地下鉄じゃないんですね。ここはまだ。はい、屋外の駅ですね。でね、駅の構内もこういう感じなんですよ。ここは、繰り返しですけれども、要は中央駅に隣接している地下鉄の駅ですね。閑散としてますよね。はい。この最寄り駅には駅以外にもね、結構大きめのショッピングモールとかも あるんですけれどもね、あまり人は多くないですね。はい、電車やってきました。この色なんですけれどもね、この電車の車体の色ですけれども、オレンジ色が強調されているような、そういう色ですけれども、これはやっぱりアルメニアの国旗を模しているんですね。はい。アルメニアの国旗っていうのは上から、赤、青、オレンジの3色で構成されているんですね。ということでね、ここから2駅ほど行ったところにある、リパブリックスクエアですね、共和国広場駅まで行ってみます。それからね、このアルメニア首都エレバンまでは、僕は先ほども言ったんですけれども、ジョージアの首都トビリシから夜行列車でやってきました。これがね、結構便利なんですね、やっぱり。他にもね、トビリシからはね、ミニバンみたいなね、バンがいくつ何台も出てるんですね。で、それに乗るとね、トビリシエレバン間って4時間で来れるんですね。ただまあ4時間かかるんだけれども、やっぱり日中を時間を無駄にしちゃいますよね。夜行列車だとね、夜寝てればいい話なんで、今回僕は夜行列車を選びました。ただやっぱり時間はね、バスよりずっとかかるんですね。トビリシをね、夜10時ぐらいに出て、到着するのは朝7時過ぎなので、まあ9時間ほどかかるんですね。バスと比べると倍の時間かかりますけれども、いいですよね、一晩浮くということを考えれば。ということで、今もうね、駅着きましたけれども、ここはもう地下鉄の駅になっているんで、このようにね、やっぱり旧ソ連時代を思わせる豪奢な駅構内ですよね。宮殿みたいですよね、本当。アルメニアのこう地下鉄の駅っていうのは、
ちょっとやっぱ駅名がね分かりづらいっていう問題があるんだけれども、駅構内にね必ず車掌さんみたいな方が立ってて、あのね向こうからね結構声かけてくれますね、英語で。しかもあのどこ行くのって言って、じゃあこっちに乗ればいいよって教えてくれます。で、あのねやっぱアルメニアはやっぱ英語もやっぱあんまり通じませんね。なんだけど人はね、まあ、とにかく親切でした、アルメニアの人は。はい、そう、アルメニアはねやっぱり女性がね綺麗だっていうので、なんか物の調査では世界で一番美女が集まるっていう話なんですけれども、やっぱり綺麗な女性多かったですね。ただそれはねアルメニアに限ったことじゃなくて、やっぱコーカサス一帯、うん、皆さん綺麗ですね。ということでここもねやっぱり旧ソ連らしくエレベーター長いですけれども、ここを上がるとまだね半地下みたいなところなんだけれども、そうそう、未だにねこうゼロックスコピー屋さんが駅構内にあるんですね。はい、でこれでここがねリパブリックスクエアなんですけれども、これ駅ですね。あ、すいません。駅です。まだ半地下みたいになってて、ここからまた上に上がるんですけれども。はい、ボブ・ディランさんですね。どちらかといえばガンズのコピーみたいですけれども、ここをね上がるともうすぐのところに共和国広場があります。でね、この動画ではね共和国広場行った後、あとオペラハウスの方もちょっと散歩してみようかなと思っています。はい、でこれでね地上に出てきたんですけれども、あのとにかくやっぱね旧ソ連の影響っていうのか、建物一個一個がめちゃくちゃでかいですね、印象としては。はい、でね駅からもうねすぐ歩いたところに、なんか僕なんかこの二人組の女性つけてるようですけど、別にそういうわけじゃないんですけれどもね。はい、天気が良かったですね。つけてないですよ本当にただ歩いてるだけなんだけど、これねあの GoPro ね僕あのリュックサックにマウントしてて、あのいちいちねあの何が映ってるのかっていうのを調べてない状態で歩いてますから、よくわかんないんですね何が映ってるのか。見てみるまで、ここもね逆光でひどい映像ですけれども、はい、ここをね横断歩道を渡ったところが、そうですね、もう今目の前に見えてますけど、そう、あのねこの辺のねアルメニアはね基本的にね歩行者優先みたいな形で、信号とか結構ないところ多くて、あの車が来てても歩行者ガンガン行って車の方が止まれよみたいなノリでした。あ、でここがね共和国広場なんです。あの目の前に噴水が、池が見えると思うんですけれども、あの夜になるとね毎日ここであの噴水ショーが行われるんですね。僕もね見に行きましたけれども、まあまあ楽しかったですね。1回ぐらい来る分にはいいかなと思います。あの旅行者もここの辺多いですけれども、現地の人たちもね憩いの場になっているみたいです。あ、そうね、僕ねエレバンに行っている時にあのハロウィンがありましたね。だから10月31日ですね。10月の終わりでした。すいません、11月じゃないですね。10月の終わりですね、僕がこの町に滞在したのは。なのでね、やっぱ秋口の気持ちいい空気で、夜になるとね、寒いですけれども、あの昼間はね、そこまで寒くなくて、歩いていればポカポカしていきます。
エレバンはね、この中心地一帯はね、こういう風にあの、まあ、豪奢な建物が並んでいて、あの道も綺麗なんですけれども、あのちょっとやっぱ外れるとね、一気に下町っぽく なりますね。だから中央駅の、一番最初に見てもらった駅あたりはね、ちょっとやっぱ下町風情が残る場所なんですね。で、物価もね、やっぱり地下鉄だと2駅ですけれども全然違うんですよ。同じパンとかを食べてもやっぱり駅の近くの安いところで買うのと、こういう街の中心ハイソな場所で買うパンっていうのはね、値段も変わっていきます。はい、ということでね、噴水をぐるっと回って、見ましたけれども、あのね、実はね、この共和国広場って、一見するとね、古い一帯に見えるんですけれども、実はね、そこまで広い、古いわけじゃなくて、エレバンっていうのはとてもとても歴史が深い都市として有名ですけれども、この共和国広場はね、1926年ですね、建築家のアレクサンドル・タマニャンっていう方、タマニャンっていうとね、なんかゆるキャラみたいですけれども、この人はね、アレクサンダー・タマニャンっていう人がエレバンを大規模な都市計画を建てた建築家で、共和国広場の建築もそうですし、今から向かうねオペラハウスの、設計とかも担当してますね。だからこの街はね、このアレクサンダー・タマニャンによって、設計され作られたと言っても過言ではないですね。道がね広くて歩きやすいんですね。すごく僕とか散歩が好きな人間にはね、歩いててすごい楽しい場所でしたね。まあ、やっぱり計画的に都市が作られたっていうこともあって、迷子にもねなりづらいんですよ。自分がね東西南北どちらに向いて歩いているのかっていうのが結構歩きながらでも簡単に把握しやすい街づくりでしたね。僕結構ね歩いてるとすぐ迷子になって、すぐマップ見に助けを求めるんだけれども、アルメニアは気持ちよく歩けました。あ、やっぱりね、やっぱりすれ違う人綺麗ですね。こうやって見てみると、やっぱりね、皆さん彫りが深いですよ。だから絵になるんですね。はい、この辺はね、やっぱりカフェとかレストランもね、とにかく洒落てます。でも止まってる車もね、やっぱり高級車多いんでね、やっぱこの辺はもう、あれですね、アルメニアの中でも、上流な方々が集まる場所ですね。ただ実際にアルメニアはめちゃくちゃ物価安いですけれどもね。この物価調査に関して、次の回で、ちょっとスーパー巡りを、した映像があるんで、そこでね、アルメニアの物価だとかについてはお話ししようかなと思いますけれども、安いですね。はい、やっぱりジョージアも安かったですけれども、アルメニアも安いです。あと、そのエレバンという都市はね、さっきも言ったように、近代的にね、作り直された都市ではもちろんあるんですけれども、現状ね、世界最古の都市の一つというふうにも言われているんですね。で、まあ、この世界最古の都市っていうのは、まあ、名乗っている街っていうのはね結構あるんですが、どうでしょう、やっぱりシリアの首都ダマスカスとこのエレバンがよく出てきますかね、世界最古の都市となると。というのもやっぱね、このエレバンっていうのもやっぱりその旧約聖書ぐらいの
古さと比べられることがあって、かつてはね、ここがいわゆるエデンの園、天国のエデンの園がここにあったんじゃないかって言われるぐらい、古い伝説であったり伝承だとか旧約聖書と結びついている都市町なんですね。でやっぱりこの町はね、すごく不思議な気持ちになるのが特に朝方なんですけれども、エレバンはね盆地なんですね。なのでね、空気が悪いんですよ。空気がこもっちゃうんで、昼前になるとね、もうほとんどね、こう白くもやがかかるような感じで、天気が良くても遠くまでは見えないんだけれども、朝はね唯一、空気が澄んでいて、遠くの方にねぽっかりとね見えるんですよ、アララト山っていうね山が。これアララト山っていうのは、ノアの箱舟が行き着いているとされるような、神聖な山なんだけれども、エレバンから見てるとね、この山はぽっかりと本当に宙に浮いてるように見えるんですね。っていうのも、アララト山って富士山みたいな山で、上の方ね、頂上付近には晩年雪が積もっているんだけれども、麓の方は標高もそんな高くないっていうこともあって、裸の状態なんですね。でそういうこともあってね、エレバンから見てると、その一番上の雪をいただいている部分だけが宙にぽっかり浮いているように見えるんですね。すごく不思議なんですよ、それが。で、そういうこともあって、エレバンだけじゃなくてアルメニア人にとってはこのアララト山っていうのはね、とてもとても重要な町で、重要な山で、彼らの信仰対象でもあるんだけれども、このアララト山っていうのはアルメニア領にはないですね。トルコ領にあるんですけどね。でこれがやっぱりね、アルメニア人の立場っていうのを、複雑にしている要因でもあって、アルメニアとトルコっていうのはやっぱり分かり合えないですね。というのもやっぱりアルメニア人大虐殺問題っていうのがあって、トルコ側はそれを認めないんですね。で、この点についてはね、また後日お話ししようと思います。で今ね歩いているのが、今ちょうどオペラハウスのちょっと入り口みたいなところに着きました。ここを通ってね行くと、オペラハウスが出てきます。で、ちょっとさ話戻るんですけれども、その、トルコと、アルメニアの関係であったり、もしくはねもう一個アルメニアとアゼルバイジャンの関係っていうのも非常に複雑でややこしいんで、その、アルメニアが現在置かれている国際的な、状況、周辺国との関係とかっていうのもちょっとね、やっぱりこの周辺一帯を理解するためには知っておかなければいけないことなので、次回か、もしくは次の次、もしくはさらに次になるかもしれないんだけれども、そういうところで少しずつねお話ししていきたいなと思います。で今ね後ろに見えているのがオペラハウスですね。はい、ここもねアレクサンドル・タマニャンさんが作られた。タマニャンって言ってもゆるキャラじゃないですよ。アルメニアの、現代のアルメニア・エレバンを作った張本人ですね、建築家の方です。でもこのねアルメニアもオペラとかを安く観劇できることで有名なんですね。その他にもね、やっぱ東欧、中央ですね、ハンガリーやチェコなんかも安いって有名ですけれども、さらにここは一段安くなる場所ですね。なのでね、時間のある方は見に行かれたらいいのではないかなと思う。5、600円で多分一番安い席取れると思うんですけれども、はい、僕はね正直この手のものにはほとんどちょっと興味もないのでパスしました。でこのねオペラハウスの前の広場はものすごくだだっ広く広がっていて、ここに子供用のね車とか、よく百貨店の屋上とかね、遊園地とかにあるような、そういうものがねずらっと並んでいて、多分休日とかはねここが一般人の憩いの場にもなっているんだろうなと思います。でこのオペラハウスからねこうずっと続く道があって、そこが、どう言ったらいいんだろう、このエレバンの、銀座みたいなところなんですね。高級ブティックとか並んでいるところなんで、そこをねちょっと今歩いてみようと思います。
もうね、この辺をね、走っているのはね、車もね、やっぱりだいぶ違います。いい、綺麗な車しか走ってないんですね。ただ、ちょっとね、街を出るともうボロボロの車とか走ったりしてるんですけれども、この辺一帯は、もうちょっと別世界みたいな感じですね。もう本当誰もが知っているようなね、そういうファッションブランドとかっていうのが並んでいますね。あとその欧米資本の喫茶店だとかレストランとか、まあそれこそマクドナルドとかバーガーキングとかスターバックスとかもここにずらっと並んでいます。ということでね、ちょっとこれからのね、予定みたいなものをちょっとお話したいんですけれども、エレバーにはね、実はちょっと僕、長めに滞在したこともあって、エレバン散歩だけで、あと多分、2回か3回くらい続くと思うんですね。はい。で、その後はね、実は、この、まあ、さっきもちょっと話したんですけれども、アルメニアが抱えているある種の領土問題、その中心地の方に、行ってきたんですね。で、実はそこに行くのが今回の一つの目的でもあったんだけれども、ナゴルノカラバフという場所なんですけれども、そのエレバの次はね、その、謎の国家ナゴルノカラバフの、まあ、散歩動画っていうのをご覧いただきたいなと思って今鋭意制作中です。そう、僕はね、今回アルメニアの国内の方はちょっといくつか事情があって回れなかった点がところが結構多いんですね。で、このエレバンにね、ちょっと釘付けになってしまって予定していたね、周辺の、旅行っていうのがちょっとできなかったね、ちょっと残念なんですけれども、その分ね、ちょっとエレバンは長く入れて面白い街だったんでね、また来てみたいし、こういうところでね、ちょっとのんびりと1ヶ月ぐらい部屋借りて住めたら楽しいだろうなと思いますね。そう、あとね、ちょっと言い忘れたんだけれども、これジョージアとかアルメニアにも言えることなんだけれども、結構ね、インターネットが発展してますね。特にね、ジョージアはすごかったですね。ジョージアもほぼね、どこ行ってもね、フリー Wi-Fi があって、結構アルメニアもそんなにね、苦労しなかったですね。結構すぐ見つけられました。フリーで使えるような Wi-Fi が。なのでいちいちね、こう現地で SIM カードを手に入れなくてもこの辺一帯は結構やっていけるかなと、そういう気がしました。それでこの通りはね、結構いろんなね、大道芸人みたいな人たくさんいてね、面白いんですね、見てるだけで。まだね、昼間なんでそんなに多くないですけれども、夜になるとね、まあ、音楽する人、それか踊る人ね、いろいろ出てきてね、結構面白いです。でこの道はね、ずっとまあ歩行者天国みたいな感じになっています。で、ハロウィンの時ね、僕もここ来たんですけれども、ここにやっぱりね、若い子たちがバーッと集まってるんだけれども、日本のハロウィンなんかとはやっぱり全然違いましたね。その年のハロウィンはなんかこう渋谷で、日本の若者が張り切っちゃって軽自動車ひっくり返しちゃったみたいなことありましたけれども、こっちはね、全くそういうのなくて、若い子たちがね、やっぱり顔にペインティングとかして仮装してるんだけれども、面白いのがね、大抵その横にね、お父さんお母さんがいるんですよ。可愛らしいですよね。多分中高生ぐらいの子たちがみんなね、顔にドクロを描いたりだとか、いろんなメイクアップしてるんだけれどもね、その周りにきっと保護者だろうなっていう人たちがいるのがなかなか面白かったですね。はい。でね、もうじじきこの
あのエレバンの銀座通りも終わりですけれども、この辺はホテルにもなってるんですね。はい、まあ、ただやっぱり、まあ、僕なんかはとてもじゃないけど泊まれないですね。っていうのもね、僕がこのエレバンでちょっと泊まってた宿って次回ちょっと紹介したいんだけれども、めっちゃ安いですね。はい、めっちゃ安くてめっちゃ不思議なめちゃくちゃいい宿だったんで、あの中はねちょっと詳しくあのお話できないんだけれども、行き方とかをちょっと紹介したいなと思います。それも次回ですね。はい、ということでね、エレバン散歩パート1も、そろそろおしまいです。ただね、あのまだ散歩動画次回次次回とまだまだ続くんで、またね、よろしければ、ご覧になっていただきたいと思います。それでは、今回はこの辺で、また次回よろしくお願いします。